どうも、春からの日本全国島巡りを前に、今カオリンセブン絶賛整備中です。はい、前回ご覧いただいた時よりもなんとなくこの辺がかえって汚れてんじゃないかと思いかもしれませんが、そうじゃありません。これから、ペイントし直すんで下地を剥がしている状況ですが、ちょっとずつですね、ヨット素人の皆さんのためにヨットの話を、していきたいと思います。これが、カオリンセブンというふうに名前をつけるんですけれども、足立 8.3 とか4とかっていう名前のいい加減ですね、ヨットなんですが、全長8メートルちょっとです。で、今日ご紹介するのはこれです。こいつです。はい、ヒールです。鉄の塊です。で、鉄の塊で多分3トンぐらいあるんじゃないかな。で、これは何のためにあるのかというと、起き上がりこぼしのようにこれがあることによってヨットがガーッと傾いても、この鉄の塊のおかげでグーッと戻るっていう、そういう役割が一つあります。だけどそのためだけじゃないんですね。もう一つ大きな役割は、船体が横に流れるのを防ぐ。どういうことかというと、ここからが今日のハイライトです。いいですか、ちょっと風強くて寒いんですけど、ヨットって普通の帆船と違うのは、風上に向かって帆走ができるんです。こういう風に風が吹いてるとします。当然こっち向きに走ることはこれできません。これどんな船でもいくらなんでも風向き、風上に。だけどヨットってこういう風な方向性では走れるんです。不思議ですね。で、なんで走れるかというと、このキールがあるから風上に向かって走れる。だからここの目的地に行くときにはこう走って、こう走ることによって風上の目的地にも行くことができるんです。まっすぐ風上に向かって走ることはできませんが、ジグザグに走ることで風上に向かって到達することができる。なんでできるかというと、セールがですね、この場合そうですね、こういう風に、これブームって言うんですけど、ブームをこう出しますね。そうするとセールは風を受けてこういう形、に膨らみます。いいですか、そうするとこう膨らんだセールがこっちに向けて、揚力を発生しますから、こういう風にブームを出してこっち向きにセールを張ってると、風によって走る力ってこっち向くんです。こっち向くんです。そうするとどうなるかというと、この船はずーっとこっちに流れてきます。そうするといつまで経って風上の方に行けないじゃないかって話なんですが、ここで登場、このキールなんです。で、ここに、これは下の、船の下にこういう風にキールがあることによって何が起きるかというと、横流れを防止するんですね。で、このセールによって発生する力はですね、こういう2つの力に分けることができるんですが、この横に流れようとする力をこの、キールで止めてやるんです。これがなくなるんです。そうすると残りはこっちの矢印だけが残るんです。だもんで、ここで横流れを防止する力が阻止することによって、前に向く力だけが残るんです。だからヨットは風上に向かって走っていくっていう、これで船体全体が横に流れることを防ぐんですね。この横流れ板の防止のキールがあることによって、ちょっと寒いから口が回らなくなってごめんなさいなんですけど、これによって船はヨットは風上に向かって走ることができる。普通帆掛け船とか帆船というのはこっちから向こうにしか走れないんですけれども、ヨットというのはここで横流れを防止することによって風上に向かって走ることができると。わかるかな、わかんねえだろうな
いうことで、これはまあ上から見た図ですけれども、ヨットって横から見るとこういうふうな、今こういうふうにこれがありますけど、こうマスクが立ってますね。でヨット あのレース艇なんかはですね、こういう形でここに重りがついてる、こういう形のものであるとか、それからそうですね、レース艇なんかはただの板ですね、重りはないですけど、ただの板、センターボードって言うんですが、下に向かって板が突き出す。でこれもいずれも同じ役割です。ヨットが横に流れるのを防ぐことによって、揚力で、生まれる力を、横に行く部分をなくしてしまうことによって残りの進行方向の力だけが残る。だからヨットは、すげえ雪降ってきちゃったよこれ。外で喋るような話じゃないなこれは。てなことで、ちょっとずつヨットの不思議な話をしていきます。寒い中ご清聴ありがとうございました。俺だけだよ寒いのは。以上です。